はい、皆さんこんにちは、デジーでございます。今回はね、 iPad mini 第6世代ネタです。発売されてね、約1週間経過しましたけれども、もう絶賛ね、もうお気に入りで毎日使っております。相変わらずね、このサイズ感いいよね。で、愛着が湧くサイズ感で、軽いしね、めちゃくちゃ気に入っております。で、とりあえずね、今回はまあ、レビューといいますか、まあ、便利な iPad で何ができるかっていうのをね、少々話していきたいと思っております。やっぱこのサイズ感いいよね。こうやって片手で持てるタブレットとしてはね、もう最強ですよね。で、 Twitter とか他のね、 YouTuber さんの評判とかを見てるとね、やっぱりこのサイズ感がいいっていう人が結構多いですよね。で、何よりね、こうやってね、まあ、開くとタッチ ID でね、ロック解除ができるってのもいいですよね。まあね、このご時世、フェイス ID は不便だってね、結構言われておりますけれども、iPad mini に関してはですね、ここにある、ね、タッチ ID のボタン、まあ電源ボタンですけれどもね、はい、ピントが合わねえな。これですね。はい、これは非常に便利です。まあ、iPad Air のね、第4世代でここね、採用されたんで、まあ、使い勝手はいいよっていうのは分かってたんですけれどもね。で、まあ、少なからず不満点もあります。まあ、ディスプレイ品質っていうか色味があんまりね、好きじゃないです。まあ、どちらかというとね、これ暖色系で色温度はね、かなり低めの設定です。ただね、これあくまでも個体差の可能性がありますんでね、私の iPad mini 第6世代はかなりね、色味が黄色いです。まあ、色温度がね、低いって言い方です。言い方を変えるとそんな感じですね。もうちょっとね、色温度は高くしてもらった方がね、良かったかと思います。はい、あとね、結構言われてるんですけれども、ゼリースクロール現象ってやつかな。それね、私の iPad mini でも試してみましたけれども、確認されました。スクロールするとね、なんかゼリーのようにぐにゃ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 動く現象。それに関してはですね、私はあんまり気にならないですね。まあ、リフレッシュレートがね、120欲しいっていう人もね、結構いらっしゃりますけれども、私は、リフレッシュレートに関してはね、60でも十分だと思っております。あと、ゼリースクロール現象っていうのはね、まあ、Apple さんもそれ仕様ですよっておっしゃってますけども、まあ、私もそんなに言うほど気にならないかなって感じですね。まあ、こういったね、新しい製品が出るとね、そういった不具合みたいなことはね、結構騒がられるんでね、ちょっと言葉がうまく喋れませんけれども、はい、ということでね、今回はまあ、ゆるーく、まあ、こういう使い方もできるよっていうね、便利な使い方をちょっと紹介していこうかなと思います。まあ、今回のね、レビューはゆるくやらせていただきます。で、まずね、これです。バイオじゃなくて、これですね。これ何かっていうと、まあ、見てお分かりのようにアップルペンシルのパチモンです。まあ、中華製のね、アップルペンシルですね。はい、で、純正のね、アップルペンシルの第2世代に対応したじゃないですか、 iPad mini ね。ただね、高いんですよ。純正が1万5000円ちょっとしますでしょ。でね、それはちょっと高いっていうことで、でね、アップルペンシルね、ものすごく使うわけじゃないんですよ。たまにね、なんか使いたいなって、アップルペンシルで操作したいなっていう時があるんですけれども、1万5000円払ってめったに使わないアップルペンシルを買うのは嫌だなと思って、まあ、どうなんだろう、これ3000円ぐらいで売られてるんですけれども、もうちょっと安いかな。2000円から3000円の間でね、これ購入できるんですけれども、 Apple Pencil のパチモンって使えるのかなと思って購入してみました。で、結論から言わせていただくと、普通に使えます。はい、でね、これここにね、 USB-C 端子がありまして、ここでね、充電します。で、このね、先端で電源のオンオフで、ね、付属品がね、このペン先3つ付属品としてね、ついてます。はい。でね、これね、面白いのが、
磁石にも対応してるんですよ、こんな感じで。ただね、ワイヤレス充電は非対応です。うん、充電はね、この USB Type-C のね端子で充電してくれってことですね。でペアリング作業とかしなくてももういきなり使えます、電源さえ入ってればね。こんな感じでね、はい。でまあこれ使ってみましたけれども、普通に使えるんで、 Apple Pencil 高いからどうしようかなって悩んでる方、これいいですよ。ただね、制限もありますんで、そのあたり気をつけてください。まあどういった制限があるかっていうのはね、テロップを入れておきます。一応ね、筆圧検知っていうんだっけ、圧には対応してません。その他にね、傾きで太さを変えたりとか、文字 A とか書くときに、なんて言ったらいいんだろう、太さを変えたりとかすることはできます。要は角度を変えてね、書いたりとか、そういうことはできますね、はい。まあ、詳しくはね、ブログにも書いたんで見てください。で次にですね、これね、 iPad mini のいいところ、 Type-C に対応したんですよね。うん、これがねいいんですよ。普通にね、こういった外付け SSD もね、これ USB Type-C なんで、まあ普通にねぶっ刺して使えます。はい、どうですか、ほらこういったなんか LED が点灯してるでしょ。でね、このまま iPad mini はね、何も認識しました的なことは全然言わないんで、ファイルでね、ファイルってアプリあるじゃないですか、純正の。これでデータをね、コピーしたりとか、いろいろできます。だからね、データをバックアップしたりとかね、まあ iCloud があるんでね、バックアップに関してはあれですけれども、例えばね、写真、データが入ってるとするじゃないですか。そういう時はね、こういった物理的に、ね、Type-C なんで、Type-C to Type-C でデータコピーとかいろいろね、することもできます。はい。あとですね、今ね、これマウスつながってますけれども、これも Type-C です。これ何かっていうと、これ実はね、サンダーボルト3のね、ケーブルです。で、この後ろのね、モニター、サンダーボルト3にね、対応してるんで、ケーブル1本で、こうやってね、iPad を挿せば、まあ iPad USB-C なんでね、こういう風にね、USB-C ケーブルを1本挿すだけで、こういったね、拡張できます。まあこれ結構知ってる方いらっしゃると思いますけれどもね、まあタイプ C になったことでこういうことがね気楽にできるようになりました。で当然ね、充電もしてくれます。まあパワーデリバリー対応なんですかね、充電しながらこういったね大きい画面で見ることもできます。はい。でiPad mini 第6世代って 8.3 インチじゃないですか。で、まあ十分程よいサイズでいいんですけれども、もうちょっと大きいサイズで見たいなっていうことはね、こんな感じで、まあ、これ32インチの 4K ディスプレイなんですけれども、これでね、出力して見ることもできます。ただ解像度はね、変更できないみたいですね。これ、iPadOS でもうちょっとね、こういうデュアルディスプレイとして使いやすくしてほしいですよね。まあこういうこともできますよってことです。まあ動画を見たりとかね、大きい画面で動画を見たりとかね、することもできますしね。でまあ単純にワイヤレスで、まあ、ブラビアとかにね、飛ばして動画を見ることもできますけれどもね、こういった物理的にね、USB-C で挿して見ることもできますと。でこいつのメリットはね、やっぱり充電をしてくれるってことですよね。だから単純に別にね、他のディスプレイに出力しなくても充電するだけでも全然役に立ちますよね。はい。いやいいですね、 iPad mini。 はい、ということでね、今回はこういった緩い動画でしたけれども、まだね悩まれてる方、購入にどうしようかなって悩まれてる方、これいいです。はい、ということでね、こういった
ガジェット系のねレビューをちょくちょくね動画をアップしてますんで、チャンネル登録とねグッドボタンよろしくお願いいたします。またねいい製品をレビューしてしまいました。それでは最高。